河野さんに一つ質問です。今後これから取りたい検定や資格があったら教えてください。まあ、取りたい検定や資格、いっぱいありますね。これに関しては、まあ、おいおいね、見てもらえたらいいと思うんですけれども、そうですね、司法試験だったり、医師国家試験だったりっていうのが取っているので、まあ、三大資格のうちのもう残り一つあるじゃないですか。とかも、まあね、いつか、まあ、それはいつかわからない。まあ、取りたいかも。取りたいなというふうにも思いますし、まあ、それこそ、まあ、いろいろな活動をしていく中で必要なスキルっていうのを、検定を通してね、学んでいくっていうのもすごくね、有意義なんじゃないかなと思うので、まあ、例えば、英語検定、英検定、仮に何かに使えなかったとしても、英語を勉強するためのモチベーションとしては非常にいいわけですよ。例えば自分が中学校1年生で中高一貫校だった場合、まあ、大学入試まで英語を勉強する機会って、勉強する機会というか、まあ、その大きな何かね、絶対取らなきゃいけないものってないじゃないですか。とすると、中学校1年生のタイミングで何かに向けて英語を勉強しようっていうモチベーションがないので、あまりね、目的意識がない勉強ってなかなかこう成長できないんですよ。そんな中で英検っていうのを利用してこういったスキルを身につけようみたいなね、まあそれをまあ何かしらのきっかけにするみたいなこう使い方もできると思うので、まあ必要なね、能力っていうのに合わせてまあ資格を取っていけたらいいかなというふうに思います。まあそれはおいおい何か取る場合、はい、告知します。はい。